皆さんこんにちは。レック専任講師の友次です。さて皆さん、卓見試験勉強順調でしょうか。 ねまあ、なかなかこれで順調ですっていうふうに言う人もなかなかいないと思いますみんなですねやっぱり思っていた計画と違っていてちょっと遅れ気味だったり、まあ、するもんなんですね、まあ、それはあのみんなそうなんで、まあ、そこでいちいち落ち込んでいてねああ、えー、もう全然計画通り行ってないとかあんまりそういうふうに思う必要はなくてまあしっかりねあのペース守ってやっていたい,いていただければなというふうに思います。ははいそ、まあ、それはそれとしてですね まず皆さんこれ勉強する上で大事なことっていうのはいくつかあるんですけれどもそのうちの一つなんですけれどもねきちんとまずは全範囲のの勉強を薄くててもいいいからら終わらせるというのが非常にに大事になってきますでこれは何でかと言いますとまだ扱っていない範囲があると直前期そればっかり しっかり気になってしまうんですねで勉強がそこにばっかり集中してしまってで結局やっぱり本当に点数が取りたいっていうところがですねまあちょっと復習がおろそかになってしまってしばらく触れない間にあれもう完全に忘れてしまったよっていう状況になりかねないわけですそれはやっぱり避けていかなければいけないんですねなのでまあ、できればですね、うん、8月の中旬 5本ぐらいまでにはですね、全範囲をまあ、薄くてもいいからしっかり勉強しておく。ね、未習範囲がないようにしておく。これを一つのですね、基準にしていただければなというふうに思います。で、やっぱりですね、ん直前期、まあ、例えば、 法令上のの制限税その他ここを、うん、ねなかなか勉強を回らないいいっていう方多いんですね、まあ、権利関係やって、えー、宅建業法やってでも宅建業法は勝負の科目っていうしなやっぱりここをしっかりやっとかないとなっていう風になっていやこれを理解するまでやっぱり先に進むのは危険だってなってしまってそして試験2週間前あれ法令上の制限税争の他全然勉強してないっていうとやっぱりまずいんですよね。 ですので全範囲勉強しておけばその中でじゃあ今どこを特化して勉強していこうとかそういうふうに直前期使えます。なので直前期の勉強を有意義にするためにも、まあ、全部覚えとくって必要はないんですけど未習分野があるとそこばっかりが気になっちゃうんですねで、まあ、そこばっかりが気になるならまだしも、まあ、今度は捨ててしまうという,です、ね、もうこの分野はいいやっていうふうに捨ててしまってもしその分野の本当に基本の問題が出てしまったら。 他の人正解できるのに、えー、捨てた人だけはもう正解ができなくなってしまうということにもなりかねないわけですですので本当にまずは基本のところを固めておくこれは本当に重要なことだという認識を持っておいてくださいでそこでですね今回はこちらです えー、2019年友継道場お盆特訓というものをですね、まあ、ちょうどそのお盆ですね8月15日木曜日、まあ、この日が宅研試験の66日前なんですけどもこの日朝から晩まで、えー、新宿エルタワー本校の方でですねもう問題を解きまくる一日にしようではないかというですね、まあ、こういう企画をご用意いたしましたでですねこのうんお盆特訓なんですけども昨年も、まあ、その前の年もやっておりましてですね本当に1日 ね、朝から晩までやっていくとですねもう夕方ぐらいになるともうくたくたですよっていうまあね状況になるんですけれどもでもやっぱり一日かけて権利関係宅権業法法令上の制限税価格でまあねあの選択ですけれども免除科目というふうに一日で全部の範囲をやるっていうのがですねまあ一つですね この時期必要なななこことになるわけなんでですねで、えー、こちらにですねちょっと昨年のテキストを持ってきましたまあもちろん今年はちょっと若干変えるので全く一緒っていうわけではないと思うんですけれども、まあ、こんな感じでですねはい、まあ、例えば、えー、最初のページですと「権利1位指表示みたいな感じでですねこうやって一問一答の問題がガーッと載っていてでもちろんええー、ねこう。 次のページ行くとじゃあ制限行為能力者ですよっていう形で,です、ね、このテキストをですねもうとにかく一日ひたすら〇×〇×と解いていくというそしてこの基礎の知識を確認していく、まあ、こういう趣旨の講座となっております。でこれウェブや DVD ではやっぱりなかなか難しいんですやっぱり生講義なんですね。でこれはなぜかとと言いますとやっっぱり1日丸って まあやっぱりその場にいないと集中力って持続できまません、まあ、やっぱりね自分のタイミングでやろうっていう風になってくると「まあ、ちょっと疲れたなちょっと一時停止」って言って「じゃあ休憩」って言って気づいたら2時間ぐらい休憩していて「ああやばいやばい」って思ってでなかなか終わらずに「もう今日は一回下にするか」って言ってね、えー、どん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 後に回して後に回してってことになりかねないわけですね。でですのでもうここにもう一度に度返して ね、集まって、一日がっつり缶詰状態でやってしまおうというですね。まあ、そういう企画になっております。で、これまあ、やっぱりね、あの昨年もやりまして、で、ここで。 全範囲の確認を取りますから自分がどこが得意でどこが苦手なのかっていうのがこれもう範囲別になってますのでもう健康診断確定的に分かるんですよね。あやばいここのところ正解率低いなっていうことはここのところはもう一回テキスト読んどいた方がいいなあじゃあここの部分はある程度できてるからじゃあまあね、えー、ちょっとこっちの苦手分野にまずはちょっと集中しようかなっていう形で今後の勉強の指針につながっていくという、まあ、そういうものになっております。でででちょうどお盆ですので まあ、なかなかね、えーうん、集中したいと、ね、会社も休みになってよしここで勉強するぞっていうふうに思ってもですねまあ自宅だとなかなか進まないと。 ねで特にですねまあ例えばね、えー、もう人が集まったりなんかしていくとねもう家の中がワイ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 になってるわけじゃないですかその状況でお勉強っていうのはなかなか厳しいですよね。ということでまあそれも含めてですねやっぱり一日使って朝から晩までやっていてね、えー、ちょっとね一日宅建け漬けの日を過ごしてみてはいかがでしょうかと。 いうことになるわけですねでこれ新宿エルタワー本校でやりますので例えばあの普段ですね、えー、地方にお住まいの方でまあお盆の時期だけね親戚が東京にいるので東京に来るという状況であればですねまあそれ親戚の家に行くかってらですね、えー、まあじゃあ例えばね、えー、お子さんがいればお子さんをね、えー、じゃあちょっとね一日じいじとばあばと遊んできてねっていうふうに言って、えー、ご自身は新宿エルタワーで朝から晩までガーッというふうにやるというまあそういう使い方をすることもできます。 ですので、この1日ですね,ね、自宅にいると怠けてしまう、もしくはいろいろちょっとね、勉強できないような状況にある、そういう方がですね、一日これを使えるというチャンスになると思います。でですね、まあ、具体的にじゃ何をやるのかというお話なんですけれども、問題って大きく分けると、やっぱり3種類に分かれると思うんですね。でそれれがまあこちらでございいますけれどもはい まあ3種類に分けまして絶対落とせないだろうっていうこれを落とすようだとちょっと厳しいぞっていう問題それから合比を分ける問題ですねまあ、これができれば合格できるしこれを落としてしまうとちょっと不合格者になるしっていうこの合比を分ける問題ですねでそれからまあこれは合格者でもできないでしょっていう捨ててもいい問題というまあこの3種類があるんですけどもまあ、この3種類あった中でどれを 集中的に対策したいですかっていうふうに聞くともうほとんどの人がいやもうそれは合否を分ける問題でしょうと合否を分ける問題がちゃんと取れるかどうかで合否ってやっぱ決まるんですよねだったらここを集中して勉強したいんですけどはい残念ながらですねこちらお盆特訓ではこの合否を分ける問題はやりません。 はい、まあ、またねこれは9月以降にね別の道場出るもんとかですね、えー、他の道場とかでもやっていきますけれどももう今回はですねお盆特訓はそれ以前のお話ここです。絶対落ととせない問題これをちゃんと全部できますかっていうところを中心に見ていきたいんです。 ですので合否を分ける問題に行く前にここが理解していないとこの先に進んでいけないわけですからそう例えばこれねえ8月15日に絶対落とせない問題をバッと確認取ることができればえまあ例えば8月中にえここの復習をしてじゃあ8月末日までに絶対落とせない問題が全部取れるぞということでじゃあ9月10月合否を分ける問題しっかりやっていきましょうねっていうそういう対策に進むことができるわけですよ。ただこ ここもあやふやなままでこっちの対策をしても結局こっちができないから点数が伸び悩んでそしてね残念な結果になってしまうということも十分考えられます。ですのでこの合否を分ける問題に進む以前のお話ここを集中的にやっていきましょう。こういう一日にしたいと思っております。でですのでこれ。 例えばお盆特訓の復習この復習を完璧にしたらじゃあ卓球試験合格できますかっていうと残念ながらできないと思いますはい、えー、お盆特訓の復習をじゃあ完璧にして卓球試験合格できるんですか無理ですなぜかというとそれはここしかカバーしてないからなんですよねでその上にこっちっていうのはやっぱり必要になるわけでここもしっかりやっておかないとそれはやっぱり合格証を手に入れるってまでにはちょっと足りませんただ 今このね卓研試験66日前8月15日の段階でこれは取っといてほしいよっていうものをやっぱり集めてで、えー、ここをちゃんとできるのかを確認取ってそして8月下旬ここを絶対落とさない、ね、絶対落とせない問題は絶対落とさないこういうふうにしてから9月以降の勉強に進んでいっていただきたいというふうに思っております。またですねこのお盆特訓なるべく お申し込みするとしいいことこももあるかもしれませんそれは何かと言いますとですねそうお盆特訓を申し込んだじゃあ8月15日に前半やるんだということは8月15日までに全範囲終わらせておかないとお盆特訓暇な時間ができちゃうなそうと考えると8月15日までのモチベーションにもつながっていきますよね。 8月15日に全範囲の確認をするんだとだったら8月14日までにとりあえずもう本当に基本だけの部分は抑えておかなければいけないだからじゃあこの7月頑張っていこうとかですねこの8月の上旬使っていこうとかですね、まあ、そういうふうな形でですね、まあ、この8月15日までのモチベーションをお申し込みすることによってですね、えー、もうこのモチベーションをね燃えー、もうたぎらせることができるわけですから、まあ、そんなわけでですね これに間に合わせようとしていただくのも一つ、えー、利用していただければなというふうに思いますでこちらのですね絶対落とせない問題合否を分ける問題捨ててもいい問題年によってウェイとは違いますただ2018年は本当にこの絶対落とせない問題がかなり多かったのは事実ですで、ここの問題が多ければ多いほどやっぱり合格のラインというのは上がっていきます でこっちの捨ててもいい問題が多ければ多いほどやっぱりね、えー、そうですね合格点は下がっていくかなっていうところになります。で合否を分ける問題、まあ、大体この合否を分ける問題がまあ10問ぐらいあった時にそのうちの56題できればえ合格者た,ただ合否を分ける問題をそのぐらいできないとなるとちょっと。 と残念な結果になってしまうかなっていうまあそういうところになりますね。だから絶対落とせない問題はもう全員取っていることが前提で、まあ年にもよりますけども、だいたいここで 30点分ぐらいいかなっていう認識ですねだから絶対落とせない問題を取るとまあ大体30点前後のところまでいきますまあ年によりますけどもねで合否を分ける問題がまあ大体10問前後かなっていう感じですね。えー、10問から1 2二3問かなっていうまあ捨ててもいい問題がね、えー、まあ、10問弱かなっていうまあ、うん、そういう割合になっていきます。 ですのでまずもう30点のラインに乗せるまでっていうのはここの絶対落とせない問題を落とさないっていうことがまずはもう前提条件になります。ですので今難しいことをやろう難しいことをやろうねあのー、特にやっぱりですね えー、独学でやってらっっしゃる方とかはそういういい傾向強いですやっぱりまあスクールとかに通ってると「ここまではいいですよ」とかあの講師がちゃんと言うんですけれども、えー、独学の方とかはやっぱり「まあ、これ出たら不安だよな」「いやでも過去問で出てるしな一応やっとくべきか」って言って、えー、どん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 こうそうすると何が基本だかがブレてしまうっていうですねそういうことにもなってしまうわけですよ。 でですので例えばこの普段独学の方がね、えー、ちょっと一日だけね、えー、ちょっと新宿エルタワー来てみようかなみたいな感じでね、えー、自分が、ね、どのぐらいその基礎っていうものがついてるのか、ね、試す一日にしていただくっていうのも、えー、使い方としてはありだと思います。ですのでまあ昨年もね、えー、結構あの普段は独学でやってたんだけども、まあ、ちょっと力試しも込めで8月15日ね、えー、去年は別の日程でしたけど、えーね、この一日お盆トック に来ててみまましししたたっっいいいう方もいらっしゃいましたですのでまあ普段独学の方ね普段スクール通ってる方もう全ての、えー、宅球試験を受ける全ての方が、えー、対象という講座になっておりますので是非是非よろしければ、えー、この一日ね、えー、一緒に頑張ってやっていきましょう。 それではですね、14分ほどの短い時間ではございましたが、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。またお盆特訓当日新宿エルタワー本校でお目にかかるのを楽しみにしております。どうもありがとうございました。